はいどうも皆さん、こんばんにちは、ザッキーでーす。今回はですね、僕がこの GSX-S125 を購入しまして約1年経ちましたんで、まあそれまでにかかった金額っていうのを金額っていうのを話していきたいと思います。バイク乗るにあたってメインでかかってくるであろう費用を、6つですね、6つピックアップしましたんで話していきたいと思います。じゃあそれでは行ってみましょう。じゃあまずガソリン代なんですけど、僕はこの S125 を購入して総走行距離ですね、22,845km でした。 GSX-S125 の平均燃費はリッター 40km です。計算したところ年間で 571L 使用しました。全国平均のガソリンが169円、571×169 ってことで年間のガソリン代合計が 96,499円、まあ、96,500円にしましょう。はい、で次オイル交換代なんですけども、費用の内訳なんですけども、オイル交換のみだと約2500円、2回に1回エレメントフィルターも交換しておりますんで、その場合であれば約3000円、22000キロですね、走るにあたってオイル交換7回かける、まあ、高い方と言いましょう、3000円ということでオイル交換代は21000円になります。で次ですね、2保険はさらっといきますね。あいおい日生同和損保で入ってまして、年間53000円でした。次ですね、タイヤの交換代金ですね、どれくらいだったっけな、16000〜17000ぐらいで、フロントタイヤの方が先に寿命が来てしまいまして、フロントタイヤのみ先に1回交換しております。でその時にかかった費用全部で約9000円でした。で次ですね、自然点検っていうのを購入したショップで行ってもらいました。でまあその費用なんですけども、約9000円でしたね。点検の内容なんですけど、この交換したねフロントタイヤがねパンクしてまして、そのパンク修理ですね、応急処置といった感じでパンク修理、あとフロントブレーキのパッドが結構消耗してたので一緒に交換してもらいました。はい、それで動画にもしてあった前後のスプロケ、あとチェーンですね、その3つのパーツ代プラス作業の工事ですね、合わせて27,720円となりました。うわー、生きててよかった。はい、ということで今お伝えした6つの費用を足しまして、1年間 GSX-S125 に乗るためにかかったお金算出していきたいと思います。ガソリン代年間96,500円、オイル交換代年間21000円、任意保険年間53000円、フロントタイヤ交換代9000円、前後スプロケ&チェーン交換費用27,700円、その合計がですね、207,200円でした。年間22000キロ以上走って維持費が20万ちょっとっていうのはどうなんでしょう、そんなにお金かかってないのかな。まあ、今回ね、その改めて GSX-S125 に乗って年間でまあ20万円ちょいですね、もう21万円ですね、年間21万円かかりましたと。これを踏まえて皆さんどう思われるか、高いのか安いのか、それともまあ、いろんな意見あると思うんで、ぜひねコメントで書いていただけるとね、嬉しいです。はい、個人的に僕は21万でこれだけね楽しめていろんな経験ができたので、まあ、ぶっちゃけだいぶコスパはいいかなと思っております。 GSX の S125 だったり R125 乗られてる方でも、まあ、そんなに年間ね2万2000以上走らないとかいう人であれば、もうちょっとお安くですね、この原付のバイクライフっていうのをね、おお、楽しめるかなと思います。ぜひね、同じく S125 乗りの方とかね、 R125 乗りの方でね、年間の維持費ね、まあ、これぐらいかかりましたとか、そういうコメントいただけてね、すごい助かりますんで、ぜひ共有していただけると嬉しいです。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。あとお前一回故障して劣化呼んでるやんっていう話なんですけど、はい、じゃあそんなところですかね。この S125 に乗って1年間でどれだけお金かかったかっていうのを1本の動画にまとめてみました。それではね、今回の動画ね
いいね、役に立ったと思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではバイクに関連する動画をどんどん上げていきますんで、チャンネル登録はね、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それじゃあ次の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。